我々の研究室では個体における新機能の創生に取り組んでいます。で、個体っていうのはすごいんですね。で、例えば携帯電話を見てみましょう。この中には様々な個体のデバイスが入っていて、それらが機能して我々便利に使ってます。ですから個体の新しい機能を探すというのは重要です。で、今日は実ケースを紹介します。で、特に2つのことについて紹介します。1つは全個体電池に関する研究。それから研究の進め方を大きく変える。で、今人工知能とロボットを使ってまだ見ぬ新しい材料を探していますので、それについて紹介します。さあ、実験室を見に行きましょう。どうぞ。これが全固体電池を作っている装置です。で、全固体電池は全て固体でできているので、正極と固体電解質と負極を積層させていきます。そうすると、電池が出来上がります。で、ここのグローブボックスの中で実験をしています。で、ここで電池が今あるので、実際に見てみましょう。で、ちょうどこのカメラの下の部分に電池があります。で、この拡大したのがここにあるので、これがリチウムで、これが正極材料で、今ちょうど電池の実験をしています。で、これは充電して放電しているということを示しています。このように全固体電池の研究をしています。リチウム電池などの世の中の役に立つ物質を見つけるために、ロボットと AI を組み合わせた取り組みも行っています。一例としてリチウムイオン伝導率を最大化したいと AI に指示します。AI はこちらの青線のような予測を行い、この中で一番良さそうな条件、ここでは例えば585度という条件をロボットに指示します。ロボットはこの合成条件に従って実際に物質を合成します。合成した後には、次にイオン伝導率を測定します。これらの合成条件と測定値のデータセットを AI に報告し、この新しい結果を加えて AI の予測がアップデートされます。そして次の合成条件、875度が指示されることになります。この新しい条件に従って、またロボットが合成、そして測定を行います。このループを次々と進め、AI が徐々に賢くなっていきます。最終的には、人間が介在することなく、AI とロボットだけで最適値を高速に見つけることができるわけです。こちらが実際に使っているロボットの一部です。このようなロボットや AI といったものは、物質を効率的に探索するツールであります。また、それと同時に、人間の発想に基づいた物質開発のデザイン、いわゆる物質感といったものが今後ますます重要になってくるかと思います。このようなツールを広く共有し、例えば理論家が物質を直接合成する、そのような未来もあり得るかと思います。新しい発想に基づいて新しい物質がどんどんと湧き出してくる、そのような未来を我々は期待しています。研究は楽しいです。ぜひ一杉清水研究室へどうぞ。